花火ありがとう。 Z さんアイス、いっちゃんタコ花火、サンスン玉ありがとう。サワッチョさん、福ちゃん、カエデさん、鈴木さん、コウさん、藤岡猫にゃんさん花火、ジンさん、中田さん金魚、福ちゃんサンスン玉、ソイカラさんハート、コウさんお断りです。ノブさんアイス、ツチノコさんお疲れありがとう。ジーツーさん、トモッチタン、一寸玉、ガトーショコラさん金魚と花火ありがとう。シュンさんお疲れ、ヤスオくん花火ありがとうございます。なんかスプレーが汗でこんなに白くなっちゃって、えいえい取れろ、うん、なんか白い、わ浮いてる、浮いちゃった、よいしょ、えいオッケー。こんばんは、そらすうかさん花火、おっさんハート、くらさん、コナンさん、山猫坊主さん、一寸玉ありがとう。ポンさんありがとう。ポンさんがトイショコラさん、ともっちたん、右田ピポさん、としひろさん金魚、いっくんお疲れ、大吉さんかわいいありがとう、よしーさんペンライトありがとう、ひろさんお断りです。そらすうかさん金魚と花火、ゆうたくんお断りです。ゆちょさん花火、ジッツーさん金魚、ジェータンかわいいありがとう、おみかんさんかわいいありがとう、中田さん、ひろし BKK さん、あきもさん花火、ジェットさん一尺玉、こうじさんハート、ともっちたん三寸玉、ゆうたくんレインボースター、やすべーさん金魚、いっちゃんお断りです、こうさんハート、あおいさん一寸玉、もちはださん金魚、じんらいさんはっちゃん、おっさんハート、いっくん、すけおさん、金魚、真空剣さん、花火、ありがとうございます。こんばんはです。今日は、予定になかったんですけど、急遽映画館に行ってきました。全然見る予定じゃなかったんですが、映画を見ました。そう、恋愛映画好きの篠野ソラハさんに誘われて、斉藤なぎささんが出演されている恋を知らない僕たちはかなを見に行ってきました。私普段恋愛映画とか恋愛漫画とか読まないですけど、刑事ドラマとかの方が多いんだけど、ソラハさんはもう恋愛、ソタロウがね恋愛系の漫画映画大好きなんよね。で前も一緒にその恋愛映画見に行ったんですけど、また今回2回目なんだけど、もうね横でずっとそうキュンキュンはしてない、キュンキュンはねなんかずっと笑ってました。なんかコメディだった、コメディ要素多くて、私ずっともう一人で笑ってた。もうねストローさんはリアクションがもうずっと口こんなぐらい開いたりとかして、横見たらもうすごいリアクション、バラエティ番組かなってぐらいそうリアクションしてた。たけやん金魚、ユーザーネームさん金魚、フレーベさん一寸玉、スカイホエールさん、台湾ジョジョさん、ひなさんハート、ひなさん、クロさん、ミックさん、花火、フレーベさん、金魚と一寸玉、ありがとう、ありがとうございます。しおんなさん、ハート、ビーディーマンさん、おりちゃん、花火、ありがとうございます。まおさん、ハート、ありがとうございます。そうなんですよ、私が普段恋愛映画とか見るタイプじゃないから、なんかちょっとツッコミながら見ちゃう、いやありえんありえんみたいな心の中で思って見ちゃうから夢がないんですね。いやそんなわけあるかみたいななっちゃうんでそうだから新鮮な気持ちになります。今日いっぱいその映画見て笑いました。あとその斉藤なぎささんの顔がもう美しすぎて、もう大
画面じゃん映画館って。それでもその映画館のあの大画面でドアップでもそのさ絵が持つさ美しさすごいってなって、なんか演技その涙の演技とかもうすごくて。そうなの、はあって。ポストさん一寸玉、コウさんハート、金魚エジリン金魚ありがとうございます。今日それ見に行った、え同じやつ見てるやん同じやつ見てたんですね。おー同じタイミングではないか。へえ、やっぱ女性が多かったのか。ガバイトさん、ヨシカズさん、ポストさん花火ありがとう、ユスリザルさんハートありがとう。感動、え感動、なんか感動系ってはもう常になんかおもろ系だった、おもろ恋愛系でした。私は次ドクター X をね見に行くので、冬になったらそれ楽しみです。ドクター X 見に行くんだ。あのね、科捜研の女、創建の女も前見に行ったし、次はドクター X 見に行くし、やっぱ自分で見るってなるとそういう刑事ドラマ系とかドクター X 系とかそういうの選びがちだから、やっぱりメンバーとだとね自分じゃ選ばないやつを見れて幅が広がりますね、見る作品の。今日は誘ってもらえてすごく嬉しかったです。とっちゃんハート、ふとうちのミニマロンさんタコ花火ありがとう、たかしんさん一寸玉と金魚ありがとう、ありがとうございます。マクールさん三寸玉ありがとう。そう、空派選択の映画そう、フード買って入場したらちょうど始まるとこだった。間に合ってよかったね。私たちはもう映画始まる前にフード食べ終わってた。今日はチュロスとポップコーンのベビーサイズってやつにしてみた。初めてベビーサイズっていうのがあってね、店員さんがベビーなんか4種類あったんですよ。ベビーとキッズとなんちゃらとなんちゃら、多分子供用、赤ちゃん用なのかな。でもそれでも結構なボリュームだったのね。注文したら店員さんがそのベビーサイズはちょっと小さめですけど大丈夫ですかって言われたんよ。だからあ、相当そうやって言ってくれるってことは相当ちっちゃいのか。まあでも普段ポップコーンとか食べないしチュロスもあるからまあいっかとか思ったら、全然もうすごい2人で食べても全然足りるぐらいのボリュームで、うん、すごかった。だから普通サイズだったらどうなってしまうのって気になりました。もうね、あのフローズンとかが入ってるスタバとかのさ、フラペチーノとかが入ってる入れ物わかります？プラスチックの、あのプラスチックなんだけど、その蓋も多分こうやってすくって入れてるんですよ。これが本体、こっちが蓋としたらこうやってすくって入れてるから、もう蓋の上までパンパンで、もうこれのサイズがベビーなんだってなるぐらいめっちゃお得だった。みんなもぜひ。なんか映画館でポップコーン大きいの頼んだらさ結構食べきれなかったりするじゃん。で終わり際にめっちゃ急いでさこう頑張ったりするじゃないですか。私前回どこかの映画館で映画終わった後に頑張ってやばいって言って頑張って食べたんですね。だからちっちゃいのにしたんだけど、それでもすごかった。今日はキャラメルにしてみた。前回塩だったからキャラメルにしました。
ニシアン、花火、ゼータン、アヤムさん、一寸玉、ユウヤさん、一寸玉、ブルームーさん、一寸玉、ブンさん、ブルームーさん、花火、瀬戸海さん、アルさん、一寸玉、ブンさん、一寸玉、ダーソクさん、ハット、一気さん、だるま、マコバヤさん、三寸玉、アヤムさん、小判、おみかんさん、いいね、マミちゃん、花火、さとこさん、かわいい、ありがとう、ありがとうございます。なおさん、金魚、かずきさん、花火、ともちさん、レインボースター、おみかんさん、いいね、まもるさん、一寸玉、花火、ありがとう、にしやん、金魚、真空圏さん、だるま、よしーさん、バラ、はらからさん、お断りです、ひやすみさん、だるま、ありがとうございます、ありがとう。バター醤油なかった、塩とキャラメルだった。今日のとこ映画館で食べたことない。私もそのタイプだったんよ今まで。だからね、あの学生の頃とか映画館行くとお腹が鳴るから、もう映画館行きづらいなって映画館でさ、シーンってしてるシーンで絶対にお腹鳴るタイプだったから、もうちょっとその私お腹が鳴るのが結構学生時代悩みで、授業中とかだから、まあ映画館結構きついなと思ってたけど、今思ったらフードを食べればよかったよねと思って。そう、最近です。でも最近そのフードを頼むっていうことを始めました。今までは手ぶらだった、手ぶら入場かドリンクだけだったんですけど。そう、チュロスの存在を知ってからかな、ほんと STU 入ってからです。あのそもそも映画館にあまり行かないタイプだったので、映画館ちょっと恐怖症だったから、怖くて閉鎖的で怖くて、そう今までねあまり行ってなかったんやけど、でもお母さんと行くときはフードとか頼まない、なんかちっちゃい頃の習慣が残ってしまう。いや、こぼしそうなの分かるよ。今日そのチュロスがチョコレートの粉がいっぱいついてたのね。それがさ終わった、食べ終わった後になんかワンピースのお腹のところに手を置いてたら、なんかずっとねザラザラしてて、うわこれチュロスのシュガーや、チョコレートのチョコレートシュガーのポロポロがいっぱい。なんか今日のレジの方が新人さんとその先輩みたいな感じで、新人さんの初めてのチュロス作りだったんですよ今日の私のレジが。じゃあチュロスやってみてみたいな言ってて、なんかその新人さんが作ってくださったから、いっぱいシュガーついててお得だった。そうよ、あの方、あのお姉さんの人生初チュロス、ラッキー。え、緊張するよね絶対。メール来た？そう、メールにも書きました、映画館行ったよ。本当にね、お昼配信の時まではそんな映画見に行く予定じゃなくて、でお昼配信終わって前髪も全部して着替えて、で一回買い物に行こうと思って出かけたんですよ。その時点でもまだ映画館行く予定じゃなくて、で買い物してる途中とかに映画館行くことになって、そう本当に急遽の映画館でした。ガトーショコラさん、金魚、ありがとう。そう今日野菜を買う予定だったんやけどさ、野菜買えなかったよ。メール見てまた雪帽子行きたくなった。ぜひ行ってください。この暑い時期やったらねいいけど、寒い時期はお芋のやつもある、お芋のあったかいメニューもある、ぜんざいとかもあるから、冬でも行けるよ。そう仲いいです、喧嘩するほど仲がいいです。おばあちゃんに言われた、
私のおばあちゃんね、ソラハっていう名前が覚えなくてソハラさんって呼んでるんですけど、セリカはソハラさんとはまだ仲良しみたいな言われて、あ、ソラハさんね、そう、ソハラさんみたいな私の長崎のおばあちゃんね、ソラハさんって言わないかってね、そう、ソハラさんと仲良しねみたいな言ってから、いや、めっちゃ喧嘩するよって喧嘩するんだよって言ったけど、もうソハラさんのさソハラさんのインパクトすごくて、いつも言うの、前も言ってたの、ソハラさんって。でも喧嘩もしますよ、やっぱ一緒にいる時間長い分ね、お互いへの不満もたまって喧嘩して話し合いをよくします。阿部寛さん、一尺玉ありがとう。壁ちょろさん、お断りです。よしひろさん、一寸玉ありがとう。ソハラさん、そらジロー、あ、そらジロー、木原さん、この前久々にそらジローの時間にね、ニュースエブリィ見れたんですよ。普段夕方の時間に家でさ、テレビを見てることがないから、レッスンとか何かしらで家にいないことがあるから、この前久々にね、木原さん、そらジローを見たら、夏休み中だからすごい親子連れの方がそのそらジローの生中継のとこにいて、でみんなそらジローのグッズを持ってたのね。自作のそらジロー T シャツとかも着てる子いて、で木原さんもそれを一人一人こう触れてて、わあ、そらジローいっぱいだみたいな、夏休みだからいっぱい来てくれました、自作の T シャツもありがとうとか言って、そしたら一番最後に写った子がピカチュウの服着てたそらジローのグッズに紛れて、まあほぼ同じ色味だけどピカチュウ着てる子いてさ、で木原さんそれ触れたんよ、あ、ピカチュウですねみたいな、色は同じですねみたいな触れてさ、めっちゃおもろかった。あ、触れるんやそれと。私も最初気づかなかったんよ、紛れてて、お、みんなそらジローすごい、もう熱狂的なファンばっかり、やっぱいろんな世代に人気なんやな、そらジローとか思ったらピカチュウ言ったね、びっくりしました。うん、良かったみたいです。まあそんなね、他局だよね、他局だけどきっと多分 OK だったなと思います。カッチーさん、花火、トシヤさん、バラ、徳島のひーくん、一寸玉、マキマキさん、金魚、阿部寛さん、龍也さん、一寸玉、はっちゃん、花火、健坊さん、ハート、ありがとうございます。カズさん、花火、ありがとうございます。徳島のひーくん、ペンライト、ありがとう。村上さん、金魚、ありがとう。あ、テレ東なの？そうなの？ポケモンって。長崎はあれか、テレ東の番組を違う曲で流しとる系のやつか。よくあるよね、テレ東の番組を見れるやつ。和樹さん、さとこさん、ハートありがとう。テレ東、長崎はどこだ、どこの曲かな。ゼータン、レインボースター、金魚もありがとう。無敵金魚、そうなの、私の地元はテレビ東京見れないので、テレ東音楽祭とかも見れなくて、長崎は1が NHK 総合、2が NHK E テレ、3が TBS で、8フジテレビ、5テレ朝、4日テレです。大体見れます、大体は見れますよ。テレビ東京は見れないけど、でも佐賀のおばあちゃん家はテレビ九州が見れたから、おばあちゃん家に行ったらいろいろもっと見れました。
もっともっと見れた。そう、 HKT さんの番組とかもね、長崎じゃ見れないの多くてもどかしかったね。見たいって、長崎でもやってくださいって思ってた。お出かけとか見れなくて。テレビ九州、テレ九、マイ九、うん、なかった。キョンシュさん、花火ありがとうございます。九州の定番のバラエティみたいなのは結構あるんよ。どうもっていう番組、どうもっていう番組は月に1回 HKT さんが出る回があって、月一ニューオープンっていう福岡の新しくできたカフェとかに HKT さんがロケに行く番組があって、それを楽しみにしてました。あ、今日は推しメン出るかなと思って見たり、あとは AKB 調べとかでその推しメンが映るのを楽しみにしてた。え、もう終わったの、あの番組。そうなの、でもおばあちゃん家に行ったら何でも見れたから、結構おばあちゃん時代見てました。うん、あと九州はその今度のど自慢でご一緒する前川清さんの旅番組とか、九州出身の方のロケ系の番組も多いかも。多いです、ロケ。あとルー大柴さんの長崎のなんか夜のね飲み屋街とかをルー大柴さんが歩く番組とかやってたそういうの、やっぱローカル系だから地元のそういうねロケが多かった。地元番組、あ、ゴリパラ見聞録、いや、めっちゃ人気。人気よ。今日はね、急に話が変わるんですけど、今日はお買い物をしたんですよ。レッスンズボンを買いました、 GU で。パセリ大好き、 GU でレッスンズボン。このさ、なんて言うんだっけ、こういうやつ、カーゴパンツ、カーゴパンツを2色買った。なんか半額だったから、半額の値段で今セール中だったから2色、これ今も持ってるんですけど、これはこの色私3個持ってるのよ。これで3着目のこのグレーとこの黒と、レッスン着はねもういくらあってもいいですから。しかもこれは移動着にでもいい。だって自分はレッスン着として着てるけど、世間一般的には普通に普段着だから、普通にこれで新幹線も乗れるし、普通にお出かけできるからいいんです。なんかレッスンの後急に昨日みたいにかき氷行くってなっても OK だし、そう、何でもどこでも着れるのでおすすめです。1個ね、初めて買った時に M 買っちゃったんよ。したらなんか私の体型って160センチだから普通は M なんですね。でも物によって M じゃでかい時があって、で1回目 M 買って失敗してでかくて難しい。試着してもさ、試着した時は良かったんよ、あ、ちょうどいいやんとか思ったけど、履いたらね、履いて踊ったりしたら、いや、これはちょうど良くないかもと思って。あとこれ、これ買いました。新しいチーク
じゃーん。これはこの前、今日の昼配信でも喋ったかもなんですけど、なんか X でバズって、私の地元じゃ完売ですって書いてたプチプラの、プチプラコスメのやつ、明日使ってみたいと思います。普通チークはなんか高いやつやったら3000円4000円とかしたりするけど、5000円とか、まあなんか物のそのメーカーによってするけど、これは500円だったので試しに500円、もうアイス5個我慢したらいいかの気持ちでちょっと気になって買ってみました。そう、お手頃価格、他と比べたらお手頃です。そうなの、チャレンジしてみる。今は、今つけてるのは、あ、前にもらった誕生日にお友達にもらったやつ、2、3年前にもらった。なんかコスメってね、期限があるらしくて、1年以内みたいなあるらしいよね、開封してから。でも書いてないんですよ、そういう期限っていうのは、食品と違って。だからそのなんて言うんですか、こうやってブラシとかがついてて、こうやって塗って塗るから、その肌のこういう皮脂とかがこうついちゃうからっていう期限らしい。それだから衛生的に良くないような期限があるらしいんですけど、 2,3 年前にもらったチークは最近使い始めたからまだ OK。 もらったのは 2,3 年前だけど、使い始めたのは、そう、まだ私がチーク塗り始めたのは最近なのでね。そう、まだまだ。そうなの、使ってなかったんよ。なんかチークを塗ると、私もともと顔が赤くなる体質だから、チーク塗るともうとんでもないことになると思って塗ってなかったんですけど、でもその生写真とかの時にチェックしてくださるスタッフさんが、チークは大事だよって、赤ちゃんとかでもほっぺピンクでしょって言われて、確かにチークは血色感も出るし若く見えるしっていうのが言われたから、おお、確かに赤ちゃんって言われたらいいわと思って、赤ちゃん肌だねって結構褒め言葉やなと思って、そう、赤ちゃんほっぺになりたいなと思ってチークを入れ始めました。赤ちゃんに見えるよ、赤ちゃんほっぺだよ、もう相当若いじゃないですか赤ちゃん、赤ん坊になるってことだから。陣内さん、いいね、ゼータン、かわいい、ありがとう。そう、撮影とか、そうヤンマガの時とかはメイクさんが全部メイクしてくださって、あと MV とかそういう時もジャケ写とかも結構チークをね、メイクさんが入れてくださるんですよ。だから普段入れない分、よりなんかこう違く見えて、おおってチークって感じだったから、普段からつけるようにしたらよかった。そのなんか高低差がこう狭くなったというか、やっぱ血色感は大事ですからね。そう、あとなんでそういう撮影の時に入れるかっていうと、光で飛ぶかららしい。ライトでパシャっていうライトで、その肌の血色感も全部飛ぶから、結構チークとかリップとかは色が大事らしいです。難しいですね。そうなの。あとはね、あ、そう、私は災害グッズ、災害の時のその避難所とかの生活に向けたグッズをちゃんと持ってるんですけど、ずっとねどこの店舗に行っても見つけられなかったものがあって、これ楽々エアー枕ってやつ、これを見つけたから買った。じゃん、ドドン。あと耳栓も買った。黒があったから買いました。いつも行く店舗とか黄色しかなくて、黄色はちょっとなんか黒とかないかなとか思ってたら、
調だったからこれも仲間入りします。もうねすごいのいっぱいね。そうなんか改めて見直したんですよこの前。もともとあったけど何を見直したかっていうと、例えば懐中電灯、懐中電灯は手が塞がるじゃないですか片方の。だから懐中電灯よりもその置けるタイプのランタンとかがいいっていうのを見て、確かにと思って、はあ、懐中電灯は備えてたけどそうやなって言われてみればそうだと思って追加したし、あとはなんだろう、結構いろいろね揃えたんですよ。そう両方使えるやつにしました。懐中電灯にもなるし置けますようなタイプにした。あヘッドライトもね、そうだね、もうもっとねいろいろこう一気に今買うんじゃなくてこまめにちょこちょこ買わないとと思って見直したりしてね。いろいろね本当にね何と思い出せないぐらいに、あと今はそのクローゼットの奥とかにしまわずに出してます。あと最近ね地震も多いし台風も来てるから一応出してる。表に出してそうちゃんとすぐ取れるようにしてます。バッチリ。でもこれでもきっとさその災害になった時にわっって避難時とかにわこれがあったらもっと良かったってなるのがきっとあるんだろうなって。そうだよね本当は使いたくないけど一応ね備えておけばちょっと心も安心できるかなって。あスリッパも買った、持ち運びみたいな折りたたみスリッパみたいなやつも買った。そう電池もね買ったよ、結構いっぱい入れたからもう重たいですね。サランラップもいいよね。サランラップでお皿とかにサランラップ敷いたら洗わなくていいとかね、いっぱい調べました。徳島のひーくん一寸玉ありがとう、ありがとう。水で膨らむタオル、そう100円ショップにもあった水で膨らむタオル。私あれ見てなんか昔さあれなんて言うんだっけ、ゲームセンターのこうやってすくってさ落としてこうじゃーんじゃーんってなるやつわかります、こういうゲームあるじゃん、すくってピョンボタンピョンパッシュ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 ッってなるやつ、あのゲームの時にあの水で戻せるタオルを大量ゲットしたことがあるなっていうのを思い出して懐かしくなってた。たまごっちのねその水で戻せるハンドタオルをいっぱいゲットしてた、ちっちゃい頃。便利だったよ。わかる？なんて言うんだあのゲームって。わかるけど名前わからん。そうだよね、あれは何なの？そうお菓子とか取るやつ、そうそうお菓子とか取る系の、さ2プレイ100円とかそういうやつやってるやつ、あれでいっぱい撮ってた。最近たまごっちのグッズもいっぱい見かけるから、やっぱりさ平成とかそういう時のブームがまた来てるんやと思って。スイートランド、それかも、スイートランドかも、スイートランドな気がする。うん、それかもしれない。
なんで今プリキュアとかたまごっちとかいっぱい出るんだろうって、まあ、周年ってのもあると思うけど、当時子供だった子が今その職場とかでそういう企画とかを出す仕事をしてるのか、ね、今その世代の子、その世代に子供だった頃たちがそのお金を自分で払えるようになってるから狙われているのか、ね、全部かな、まあ、周年ってのもあるよね、20周年とか。あ、今日は、心のプラカード発売から10年だそうです。10年、あと言い訳メイビーから15年って X で流れてきた。びっくりしちゃった。あいたかさん花火ありがとう。そうや、心のプラカードとかめっちゃ最近、超最近やんと思ってびっくりしました。10年前だって。なんかこの前さ、10年桜から10年だよみたいな感じで盛り上がった気がするのに、もうですか。びっくりしちゃうよね。心のプラカード、プラカード、なんか私シングルの時系列が結構バラバラで頭に残ってるからさ、おーって結構最近なイメージだ。プラカード研究生の頃やってた、ピンマイカーで心のプラカード。言い訳メイビー、言い訳メイビーは飛べないアゲハチョウが入ってる。飛べないアゲハチョウ。フジポンさん、ハト、しんいちさん、金魚ありがとうございます。心のプラカード、なんか自分が披露してた時は、 STU 入って披露してた時はコロナ禍だったんですよ。コロナ禍で無観客公演の時に心のプラカードやってたから、なんか今やったら何書こう。その時はね、なんかね、オキさんとか書いてたんですよ。なんか好きな一文字みたいな、毎回テーマがあって、テーマ決まってるのに私だけ「おき」みたいな書いたりして、何なんですかね過去の私。しかもちゃんと3もつけてたから全然好きな感じとかじゃない、普通に3文字だし、みんな1文字とかやってるのに私3文字、ひらがな付きだし。野菜さん、金魚ありがとう。そう、今もう無観客じゃないから何書くんだろうな、今の私だったら。なんだろうね、何かな。プラカード、西さん花火ありがとうございます。え、そう、クアトロでライブするとき、あの広島クラブクアトロ来てくださった方は分かると思うんですけど、高さがあるんですね、客席とステージに、ライブハウスだから。でそれで、まあ、ライブハウスでも高さないとかあるけど、高さ結構あるタイプの会場なんですね。でそのコロナ禍明けるかぐらいの、もう観客も入れて、少人数だけど観客も入れてみましょうみたいな時の時期は、透明のガラスパネルがステージにあって、客席を見たいのにもう自分の顔が反射して、自分の顔反射しまくりで、そう、あれも懐かしい。あ、配信でもそうか、確かに照明がね。だから今握手会とか再開し始めてるのがもうすごいすごいよ。
信じられない。フィリップさん、一寸玉花火ありがとうございます。ジャクソンさん、バラありがとうございます。わ、なんて読むんだろう、なんて読むの。ハートありがとう。響さん、ハート。おだしさん、ハート。しーちさん、お断りです。そうよ、あ、ペンライトとかね、確かに反射してた。広瀬小一さん、花火。伊白さん、花火ありがとうございます。間違ってさ、今アイスって音しちゃった、花火のこと。アイスじゃないよ全然。レッスンはマスク、まあ、着用してる子もいればって感じ。前は絶対だったけど、今はだんだんもう自由フリー。マスクするとね、苦しくって体調崩してた最初とか、結構いろんな子が、酸素がね、いっぱい欲しくなるもん、踊ってたら。梶原美優梶原美優っていうの、これね、当て字、偽物ポン、偽ポン。 AKB も握手が素手になりました。おお、え、確かに STU って一回もあれだね、手袋挟んでない。おお、いや、 AKB さん手袋だった。持ち肌さん、花火ありがとう。スカイホエールさん、花火ありがとう。次から握手会かな。でもそうかもしれないですね、急にね、どん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 解禁されていく。ゼータン、アイス。ひろやさん、ハートありがとう。手と手。まこばやさん、ハート。梶原美優、偽物さん、バラありがとう。握手会。パセイの手汗がついにバレる時が来るのか。メロンのあそこさん、ハート。しんちさん、花火。徳島のひーくん、お断りです。お断り。かずやさん、たこ花火ありがとう。手汗、これお揃いじゃないよ。でも似てた。でも同じ服も持ってます私。同じ服持ってるよ、ソタロウが今日着てるやつ。だから同じ日にならないように着てるんですよ。あの STU の私服の時とか、私服で集合とかの時はなるべく被らないように。今日は着るからってこの前言われた。今日着るからパちゃんは違うの着てねって言われて、で今日は何を着てるか知らなくて、私はこれを着てたらちょっと似てました。でも違う柄、違う。キングさん、花火。マッスン、ハートありがとう。握手会、握手、握手。いつから始まるだろうね。でも今年からありそうじゃない？どうなんだろうね。だってさ、今のアルバムのイベント、次がリアルのイベント12月ってピューン飛ぶから来年かな。でも今年お話し会どうかな、どうですかね。メロンのあそこさん、一寸玉。マルヒノさん、三寸玉と一寸玉ありがとうございます。ショウさん、ハートありがとう。マッスン、ハートありがとう。
どうだろうね。オンラインで握手怖っ飛び出してくるやん。ふーたん花火ありがとう。シングルどうですかね。どうかな、どうかな、どうですかな。あとこれも買いました。バンこれ換気口、あ、通気口フィルター。購入品紹介リアルすぎる。ちゃんと定期的にいらなきゃと思って買いました。2個あのストックも、そう、掃除をまた頑張らなきゃ。帰国した片源さん花火ありがとう。どこから帰宅したの。あ、間違った、帰国だった、帰宅じゃない規模が違った、帰国でした。ロサンゼルス、ヒュー、お土産話してください。ロサンゼルスはどんな感じなのこの時期。キングさん花火ありがとう。パセリと緊張しないで握手する準備はできてるよ。パセリに緊張したことないでしょ。いつもないでしょ。なんか落ちたよ今。ジロくん金魚ありがとう。ロサンゼルス野球見に行ったの。野球、おー、ホームラン打ってました。すごいと生で見たん。すごい。ちっつーさん三寸玉ありがとう。こんばんは。私もホームラン打ちたい MC で。良平さんお断りです。埼玉のカタツムリさんハートありがとうございます。カタツムリ、カタツムリ、ロスは空の色が違う。そうなん、どんな色してんの。初めて直接会うとき緊張した。嬉しい、そんな。でも私も緊張しますドキドキするよ。何サン&シーンって。タカ&トシ。何こんばんは。あ、三振あ、そういうことね。サイ&コーみたいな、そういうことかタカ&トシとか言ってた全然違かった。ハードル東京公演見に行きます。よろしくお願いします。東京の地で、私初めて東京花だれなのでよろしくお願いいたしますね。 B リーグ見に行きたいですね。うなちゃんとうなうなと今年も行けたらいいな。グリーンアリーナのやつがね、見に行きたい。グリーンアリーナパタン、はい、パチャパチャのパチャ、パチャ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 ンパチャ。じゃあ今日買ったものちゃんと整理整頓しないと。整理整頓ね。はい、レシートもとりあえず出しとく。
ひろっちさん花火ありがとう。広島駅北口にアリーナ建設の話もあるらしい。そうなの、すごいじゃん。まあ、ではあんまり期待せずに待とうかな。 IKEA ができるみたいな話でさ、できなかった時なんかみんな落ち込んだって聞いたから、もしかしたらでしょ、まだ話が出てる段階と思ったらちょっと落ち着いて待っとこ。落ち着いて IKEA。そうよ、広島駅ね、今日南口見たんですよ、正面の。もうすごい、もう全然違かった、全然違くて、みなもは、みなもはって名前だっけ、新しい駅の名前、もうちゃんとそのロゴも壁についてたし、前のバス停ももうどん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 取り壊されて、通路も全然違かったし、あとはあの広島によく遠征するよとか今度初めて行くよって方にお知らせしようと思ったのが、その新しくできた南口のバス乗り場のところにいっぱいコインロッカーありました。今日見たらコインロッカーあったから、駅でコインロッカー難民になったらぜひバス乗り場のところも使えます。いっぱいあった、いっぱいあったけど分かんないね、すぐ埋まっちゃうかな。広島駅はコインロッカーで預けられなかった時は北口の方から出て、北口出たら左手側に行くとコインロッカーじゃないコインを払う形式の預かり所みたいなやつがあるんですよ。スーツケースとかを預かってくれるとこだから、そこを利用してみるのもありかもしれません。でも構内というか駅の中にも新幹線口の下にもあるので、コインロッカーなので、そこ空いてれば、あんまり空いてないらしい、私のお母さんとかが広島来る時もだいたい空いてないって言ってました。私もこの前横浜アリーナに行く時に、横浜駅周辺でいっぱいコインロッカー探し回ったけど全然開いてなかった。横浜、新横浜の新横浜駅の中にいっぱいあったんよ、場所は階ごとに、でも全部埋まってて、で地下鉄の方のコインロッカーまで見に行ったけどなくて、でマネージャーさんに、のゆみさんのライブ見に行く時だったからマネージャーさんに、すいません今コインロッカーが見つからなくてって、でも到着してますって言ったら、私も今ちょうど探してたよって言われて、私は今目の前でたまたま開いたからそこに入れたよみたいなやってやっぱタイミングってあるじゃん、コインロッカーってたまたま目の前でね開いたらしい。悔しい、悔しいぜ。でそれで結局見つからんくって1時間ぐらい探したんですけど、コインロッカーを移動込みでくる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 ずっと回ってなくて、会場の中で預かってもらいました。500円だったかな。そう、あ、駐車場ね、駐車場も難しい。カラオケボックスでも預けられる、そうなんや、預かってくれるのか駐車場ね。ショッピングモールとかなかなか見つからない。この前私も見つからんかった、お母さんがもうずっと探し回ってたちゃんとあの満車のとこは満車って書いてくれるタイプだったからまだ良かったけど、ずっと探してました。高反発さん、一寸玉ありがとう。
G2 さん、レインボースターありがとう。駐車場、私立体駐車場で自分で車を止めれる自信がなくて、もうさ、あれは切り返しミスったらもう大変なことになるってわかるじゃないですか。一発で入れなきゃってなるじゃん、特にさ車が混んでる時、混んでる時とかもう怖いから、もう無理無理、うん、しかも狭いじゃん横の車との距離も、怖いです。黒さん、金魚ありがとう。ふみやきさん、タコ花火ありがとう。だから止めるとしたらやっぱりもう広い広いとこがいい。広いとこであんまり近くに車が止まってないとこがいいな。なんだっけ、この前話したやつ、横に来るやつ、トナラーでしたっけ。もうそんなんされたら私ビビりまくる。うわー怪しいってなる。イオンモールの駐車場はなんか広すぎるとさ、何色って覚えなきゃじゃん。何色の柱のとか、何色のエレベーターみたいなあるじゃん。あれは覚えられません。いつも忘れるから写真撮ってる。お母さんも忘れるの親子揃って忘れるから最近はちゃんと写真を撮って、うん、私のお父さんもあの駐車場で探し回ったことがあるって言ってたからそう、やっぱね家族みんなそうなんよ。白熊さん、レインボースター、キングさん、花火ありがとうございます。そう、遺伝、なんでも遺伝だと思う。この前もね、なんか喋ってて、あ、これって遺伝だったんだと思うことがあった。なんだったかちょっと忘れたんですけど、おばあちゃんが言ってた、なんか言ってて、でお父さんもそれで、私もそれで、でお父さんのお姉ちゃんもそれみたいな。だから、あ、これはもう遺伝だから仕方がないのかってなったことがあったけど、それが何だったかは思い出せてない。何だったかな、何やったっけな、ちょっともや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 、うん、そういう家系らしい。何だったか覚えてないけど何か忘れちゃった。家系、あ、でもアイス好き。この前その親戚の集まりで、おじいちゃんのお姉ちゃんが結構ガリガリなんですよ。ガリガリで、でみんなにもう食べなさいみたいな言われてて、いや私はアイスしか食べないって言ってたよ。え、まさかのおじいちゃんのお姉ちゃんと私はこういう遺伝みたいな、そういうつながりがあったんやって、いやもう私はアイスで十分だからって言ってて、もうみんなにもう痩せすぎてだから食べなさいって言われてたんやけど、返し方が私と同じすぎて、そう、身近にいたんですよアイス仲間が。いつも行くたびにね、やたらアイスくれるなと思ってたの。もう前はなんかレディー・ボーデンの箱アイスを全部くれたんよ。でこの前も行った時にアイス持って帰りなさいってめっちゃ言われて、いやもうこんなにアイスくれるって、いや私がアイス好きだから買ってくれてるのかありがとうって思ったけど、いやでもそれにしてもやたらとおすすめしてくるなって思ってたら、まさかのそのおばちゃんもアイス好きだった、アイス仲間でした。だから今度ね、一緒にアイスを食べに行かないといけません。そうよ、いっぱいくれるんよ。クレープアイスのヨーグルト味食べたことある？ない、クレープアイスあんまり売ってない。どこに売ってます？
広島ないんかな、そんなに。おばちゃんは何が好きなんやろ。ホームランバー、バニラバー、なんかそんな、あ、違う、パリパリバーが好きよ。パリパリバー好きで、でバリバリバーって呼んでた。なんか私のさ家族、ソラハさんをソハラさんって呼んだり、パリパリバーバリバリバーって呼んだり、ちょっとあの間違って覚えてるんだけど、そう、なんかセリカバリバリバー好きでしょみたいな前言われたことある。バリバリバー、パリパリバー美味しいよね。そう、チョコ入ってるやつ。バリバリバー、ソハラさん、ソハラさんやばい。もうセリカ、ソハラさんといつも一緒にいるんでしょうって言われた。誰、いないよ。ソラハさんはいいけど、ソハラさんとはいないよ。そう、てか豆吉、私のお父さんはソタロウのこと豆吉って呼んでて、この前はね豆子って言ってた。伝言をなんか送ったんよ。なんかこうやって言ってるよ、あ、お誕生日かな、お誕生日かなんかに、お誕生日おめでとうって言ってるよみたいな言ったら、なんか豆子ありがとうみたいな言ってて、どんどん変わっていく。なんで豆吉になったかっていうと、ソラハ、ソラマメ、マメキチ、マメコ、もう全然原型ないタイプ。ともっちさん、金魚ありがとう。そう、でもそちゃんはあんまりソラマメ好きじゃないって言ってた。豆があんまりって言ってたから。最悪のニックネーム、最悪だよ。そう、あやぱんのことはずっとあやかって呼んでる。あやか、あやかって、あやか、あやか、エリオさんハートありがとう、ごまさばさんハートありがとう。あやか会いたいよ、あやか。やっぱ私が一回もうあやぱんの名前出したらもう止まんなくなる。あやか、鈴木あやか、うん、早く会いたい。この前会わなかったんよ、予定が。あのね、何日から何日まで帰るけどパンちゃん予定どうですかって言ったら、何日に帰ってきたっけ、 25? 25日に帰ってきたじゃん。だから22か、22から25で帰省する予定なんですけど予定どうですかって聞いたら、26なら空いてますって言われて、26はもう広島だって、その日はレッスンですって言って、そう、会わなかった予定が。そうなんです、だから卒業してからまだ会えてないんです。早く会いたい。竹のっちさん花火ありがとう。花火、こっちもさ事前に予定を言えないじゃないですか、わかんないから。だからね、会えなかったです。会いたいです、早く、いっぱい会って喋る。会えなかった日々の思いを伝える。毎日好きだったよって。キモがられるかもしれない。キモがられちゃうかも、さすがに。でもね、こんなキモくてごめんねって前言ったら、そんなことないよ、嬉しいよって言ってくれたの。うん、優しい。よしひろさんペンライトありがとう。こんなに好きでいてくれる人いて嬉しいよ、うん、神対応された。困っちゃう、そんな神対応されたら。
もっと好きになってしまうねえ。新聞記者の智也さん、花火ありがとうございます。だからまた会うことがあればみんなに会ったよっていうね。パンちゃん、パンちゃん、あのね、去年の夏のツアーの DMM のアーカイブ、期間限定アーカイブ見ようって言ってたと思うんですけど、気づいたら終わってました。この前のお話し会の時にもう終わったよってファンの方に言われて、えって見たかった、見たかったです。とてもだからまたやってほしい、去年のツアーのアーカイブ。そうなの、今どういうラインナップですか DMM ちゃん。悔しいです、解雇しようと思ったのに。過去のこと今何かな。ソタロウの生誕祭あるって聞いたよ、去年の。今他は何、愛知ある？え？じゃあ愛知見れるってこと？いつまでですかね。おお、こりゃ見なきゃ。ガールズルーってやらなきゃみんなで。おうおうおう。ツアー名古屋。家族が見に来てくれた気がする、確か。うん、名古屋。そうやそうや。こんばんは。私の家族はライブとか来るとき絶対にあの集合写真を客席バッグセットバッグ両方買うタイプなのね、私のお母さんが。だから私が実家に帰ったら自分も見たことのない写真があって、もうね懐かしくなる。客席バッグセットバッグの写真って私もさ、撮ったこの完成形のやつって見ることないから。そうなの、毎回買ってくれるんですよ、お土産代わりにしてくれる。懐かしくなるよね、撮って出し、そう撮って出し写真。そうそう、いやでもあれ欲しくなる、私も欲しいもん。 PR 舞台のさ撮って出し写真を買いたいと思ってたんやけど、スタッフさんにあの全部コンプリートで買いたいですって言ったら、また確認しますって言って、で私も忘れてて今思い出しました、確認しますねって言って、もう私も今すっかり忘れて今思い出してまだ確認中かもしれん、あれコンプリートしたかったうん、もうずっと確認中。今話してて思い出しました、もしかしたらアマゾンの口に行っちゃったかも。あいやそうだよね、終演後に買わないと。だからそうだよ、時間の問題で買えないとかもあるよ。ネットショップなくなったもんね、あれ。サラリーマンの会議で困った時に使う言葉、確認します確認します、そうよね、検討します、確認します、行けたら行くね。そうや、あとは何ですか、確認します、でも大事、確認大事、確認します、善処します、あとどうにかします、一旦持ち帰りますまあ持ち帰りますわね、持ち帰ってどうなるか、一旦持ち帰るだけやからね、まあ持ち帰って忘れでもよし
忘れるもよし、また戻ってくるもよし。今後の課題とします。後日調整します。あーおー、あー、なんかみんなのさ仕事場での感じこんな感じなの？いつもなんかパチャンパチャンとか言ってくれるのに、みんなこういうビジネス用語みたいな。うわいいね。なんかさ言葉遣いって難しくない？この言葉は一般的に使われてるけど本当は失礼とかって結構あったりするじゃないですか。で私もメールとかブログ書くときに、うん、これ正しいのかと思ったら大体 Google で調べるんですけど、なんか失礼ですよっていう意見もあれば OK っていう意見もあったりして、いやー難しいなーってなる。むずいな。残業振られた時は必ず一度確認しますで時間稼いで他の人に流れるのも待ってる悪いね。それが毎回通用するんやバレてないんだ。どこに確認しとるん？一度確認します自分の心に今日はどうかな。いやそう、了解ですってさね、了解ですダメっていうね、承知しました。それをね、そう知った時に調べたんですよ。かしこまりました、承知しましたとかの了解とかそういう言葉の使い分けとかどれが失礼に当たるかとか調べたんやけど、なんか多すぎてサイトによってさ書いてること違くって、そう分かりましたがいいですよって書いてるサイトがあったんよ。本当？ってなって、結局何なのって。そういうのをもっとね学んでちゃんと成長してきたかったってなった。やっぱ本とかで学んでいかないと。後輩にリって返されたことある？それやばい、もうそれは了解ですどころじゃないね。難しいね。ひでさんありがとう。よしひろさん花火ありがとう、ね、承知しました。私も使う、承知しました。でもさ普通に了解っていう大人もいるじゃないですかね。了解って、うん、難しい。いつ定規が入れ替わるかわからないから全員に敬語です。いやでもそれ賢いかもしれないね、あまり後輩に偉そうにしたらいつの間にか立場変わってるかもしれないもんね。いやそういう世界だよね。いやある会社の社長に私のおっしゃっていることが分かりますかと言われたことがある。やばい、それはねおっしゃっているわ。ダメだね、自分のことでね。難しいね。だってそれをさ国語でまあやるっちゃやるけど、難しいですねむずむずだね。キングさん花火、お疲れ。ライスさん金魚、カズヤさん三寸玉、富代さん金魚、読売巨人軍さん花火ありがとうございます。はあ難しい。ミキヤくん三寸玉ありがとう。むずむずむず
神代さん金魚ありがとう。役職では呼ばず。そうね、役職は変わるかもだもんね。難しいね。いたしませんって言ってんの大門みちこやん。大門みちこなの中身。嬉しいよ、大門みちこが私のルームに来てくれて。キングさん花火ありがとう。役職で呼ばないと不機嫌になる人もいる。なんと遊ぶ人は。まあでもそれだけその役職になるまでの過程とかさ、なった喜びとかがあるんだろうね。ああ難しいね、人付き合いというのは。アイドルの先輩からのタメ口でいいや、難しい。うん、あの今はソルハさん先輩なんですけど、ずっと結構早い段階からソルハって呼んでいいよ、タメ口でいいよって言われてたんですよ。で6歳離れてて、私が年上だから、人生の先輩だからっていうの。でもさ、その業界的というかアイドルとかもやっぱ入った方が先輩じゃないですか。だからずっと敬語だったんですけど、最近ねもうソタロウって呼んで、もうずっと言われるから、なんか敬語の方が距離感じて悲しいってやって、まあこんだけ毎日一緒にいるから、まあそう難しいよね。いいよって言ってもさ、よくない場合もあるじゃん絶対。いいよって言ったものの、実際呼ばれてみたらやっぱ違うなみたいななる可能性もさ、ゼロではないと思ったらね、難しい。あ、そのピワサキさんって呼んでくれパさん、パシェさんとか呼んでくるのに、おさきさん。そうなんだよね、あの周りからさ、えってなるかも。だからちゃんとスタッフさんとかの前で話すときはソラハさんがとか、ちゃんとそんな感じで喋る。ショールームも途中まではちゃんと敬語だったんですけど、敬語でソラハさんがとか言ったけど、もう最近はもうソタロウ、ソタちゃん、そうリコちゃん、あかりちゃんさんって呼んでる。あかりちゃんって呼んでって、多分あかりさんが言うから、であかりちゃんさんあかりちゃんさんでも好き、私あの呼び方。さきょうルナムーンさん、一寸玉レネさん、金魚ありがとう。キングさん花火ありがとう。そう、アリちゃんさんとかもね、ちゃんさん、あかりちゃんさん、アリちゃんさん。でも苗字でさ呼ばれたらやっぱ寂しいよ。私最初同期におさきさんって呼ばれたから本当今だから笑えるけど、おさきさんってずっと呼ばれてなんかめっちゃ寂しかったんよ、ずっと。だからそう、苗字はやっぱ距離感じるかも。後輩とかにおさきさんって言ってもちょっと寂しいけん、サッチーとかがパシーさんとか言ってくれるのも愛おしいもん。私なーにってなる。なんだい、どうしたの。パシーさん、尾崎さん悲しいよね。沖さん、いや沖さんはでもさ、沖ちゃんがさ公式な呼び方だったじゃん、沖ちゃん。でも名字がニックネーム珍しいよね。
おきちゃんだったからおきさんじゃん。ポキオさんとかね、くるくるくるさんって覚えてる。くるさん、でこの前はこの前マイカーのレッスンの後にチャートリがあったんよ。でくるくるが来た瞬間にマイカーの3期生がくるさんって言って感動の再会してて、昨日か昨日だ。でもさ、一昨日一昨日会ってるじゃんと、一昨日さ一緒にライブ昼公演夜公演したのに、その次の日会ってもうくるさんって言ってもう熱い抱擁してたんですよ3人で。びっくりした、もう愛されてる。くるくる、そうよ、大人気。あ、そっか、クアラルンプール行ってたもんねとか思ったの最初私も。あ、そうよね、寂しかったよね。え、待って、昨日1日前に一緒にライブしてるやんと思って。そうよ、可愛かった、めちゃめちゃ可愛かったよ、遠くから見てた。私結構見てるメンバーのそういうなんか仲良くやってるとこ遠くから見て微笑んでる。あ、いいねって、平和だわって思って見てるタイプ。いいねいいねって。11時半だって。11時半、なんか今喋りすぎてるなって気がしたんですよ。なんか私今日も喋りすぎてると思って時計見たら11時24分だった。うんうん、早い。おやおや、早いです。明日は早起きを頑張りたいと思います。そうだから今日は1時間配信して、今日は早くお風呂に入ってとか思ってたら全然全然でした。もう普通にいつも通り1時間半喋ってました。おかしいね。楽しかったです、今日も付き合ってもらえて。皆さん本当毎日時間を作って見に来てくれてありがとうございます。お仕事中にこっそり見てくれたりとかをちょっと良くないから本当は怒らなきゃなんだけど、でも嬉しいです。それがバレて職を失ったりしないかが心配。いつもお昼配信とか特にさ、え、みんな大丈夫、職場の人にバレてないのって心配になってるんだけど、でも構ってくれて嬉しいです。ゆたパパさん、お断りです。パセリちゃんはお風呂を頑張ります。たまに寝落ちしています。なんかそういう人多いよ。パセリの配信で寝落ちしたら気づいたら終わってて他のメンバーのルームにいましたとか、パセリの配信で寝落ちして朝になってましたみたいな多いんですよ。福島のひーくん、金魚、よしひこさん、たまやー、ありがとうございます。キングさん、花火ありがとうございます。そうよ、たまにいるよね、朝配信のメンバーの声で起きる人、つけっぱなしみたいな。今起きた。おはよう、おはようございます。私もう今日、昨日もお風呂上がったら、お風呂上がって一回ベッドで横になろうと思ったんですよ。ちょっと一旦ね、スマホちょっと一回見ようと思って寝転がったらそのまま寝落ちしてて、そう、コンタクトつけっぱなしだった。悲しい。今日はちゃんとコンタクト取って、でもお風呂は終わってたから良かったです。風呂キャンセル界隈にならなくて済んだ。そうよね、もう今日は一旦をやめる。ちゃんとお風呂終わったら全部終わらせて、コンタクトも取って爆睡、爆
爆睡するよ。いやそう、一旦って危ない言葉、一旦もやっぱ嘘だわ。確認しますと一旦ちょっと危険ですね。確認しますは本当に確認してるかわからないし、持ち帰りますも持ち帰ってどうなってるかわからないし、一旦も一旦じゃないから。クックさん花火、徳島のひーくん花火、吉弘さん花火、悲劇のヒーローさん、マリオ2さん、ハートありがとうございます。ミキヤくん金魚ありがとうございます。一旦モーメン、わーね、今日の私のメール見ましたか。やっぱそうだよね、仲間意識ねしばしばって言うたびに本当柴犬って痛くなるんよ。そう一旦、そうよね、一旦もめん痛くなる、そういうのばっかなの最近。みんなもそういうエピソードだったら教えてね、またメールの返信で言ってね、今出ちゃいましたって。いつでも待ってます、365日受け付けよう。じゃあ壇上読んで終わっちゃおうかな。親父ギャグを言いたくなってしまうのは年頃、そういうお年頃なのかなと思ってメールに書いたら、年齢は関係ないらしいよみたいな返信があったから、ちょっとそうなんやってびっくりと、ちょっと嬉しい気持ち、誰でもそうなんかなって気持ちと、うん、メールに書くときもちょっとね迷ったんですよ、書くかあこれ消そうかなどうしようと思ったけど、ちょっと送ってみてよかったです。ジェットさん、アシーさん、花火、ミッチーお断りです。昨日お断りできなかったよね、昨日か今日の昼か、昨日かな、お断りって言わないまま配信終わっちゃった。配信終わった瞬間にギフトピョンってきた、私が配信終了ボタンを押した瞬間に来た、悔しい。秋竹城さん、ハートありがとう。それじゃあ壇上タイムいきます。13位福ちゃん、12位陣内さん、11位ゼータン、10位ガトーショコラさん、9位ともっちたん、8位ゆたパパさん、7位高反発さん、6位よしひろさん、5位阿部寛さん、4位ゆうたくん、3位 Z さん、2位いっちゃん、1位 G2 さん、ありがとうございました。皆さん今日もありがとう。今日はみんなに見せてとも言われてない購入品紹介を勝手に開催してしまいました。ありがとう。たかさん花火ありがとう。お風呂頑張るね、もういつも応援されるありがとう、応援してくれて。りょうへいさんハートありがとう。それじゃあまた、また明日です。おやすみなさい、ありがとうございました。